おはようございます。バルセロナ観光ですけども、日本の観光はこのホテルコロンの前に、9時20分に集合なんですけど、今まだ9時で20分ぐらいちょっとまだ時間がありますね。ホテルコロン前、ずっとこう広場になってますね。参考に車掌からご覧いただくあの地図ご覧いただいて、またマリアさんから Buenos días、おはようございます。おはようございます。スペイン語で簡単な挨拶、親しい人への挨拶がオラになります。ボンディアでも結構ですけれども、オーラ。それからあとこちらの、まあ、安全運転をしてもらいますラモンさん。それではこれから、今日のバルセロナ半日観光の全体の流れをご案内してまいります。まず車窓からこれから街の中心というか海岸線のところにありますコロンブス通りを通り、コロンブス記念塔を車窓からご覧いただき、そしてその後は門宿の丘に登りまして、バルセロナ街全体をご覧いただきます。これは車を降りて下車観光になります。そしてその後はまた、オリンピック村など1992年に開催した門宿の丘に残るオリンピック村などの建物などは車窓からご覧いただき、そしてその後はグランビア通りから、あとグラシアス通りを通り、そしてモダニズムと呼ばれるバルセロナの代表的な建築家が並ぶ、その作品など、その中でも代表的ガウディの、民間建築として代表的なカサミロ、カサパトロなど車窓からご覧いただきます。まあ、これはまたあと10時間を利用して、館内に入ることも個人的にできますので、場所的なものも掴んでいただければよろしいかと思います。そしてその後は丘の中空を利用したグエル公園、このグエル公園ではゆっくりと場所場所では写真などを撮りながらこの公園を散策し、まあ、そしてそちらの方でまたお手洗いなども少し時間を取ると同時に、まあ、写真などの時間も、まあ、それほど撮れませんけれども時間をお取りしてまいります。そしてその後は聖家族教会、聖家族教会の中ではまず外観から全体の写真など、特にご聖誕の門を中心としたお写真を撮りいただき、そしてその後聖家族教会の中に入るのがだいたい11時50 45分ぐらいになるかと思います。そして聖家族教会の中ではイヤホンを利用して細部なども合わせてご覧いただき、そしてだいたい30分ほどの説明が終わりますと、その後はイヤホン、マイクロフォン、イヤホンをお貸しいただいて、その時点から一応今日のバルセロナの半日観光を終え、そして自由時間になってまいります。そしてその後でちょっとまた詳しいことはご案内してまいりますけれども、個人的にエレベーターに、ただこれ個人的にといってもあくまでもグループで予約することになるんですけれども、まあ、昨日は1時間、まあ、場合によっては1時間半今日なども並ぶ可能性は出てまいりますけれども、まあ、ご希望の方はまたそちらの方で、人数の確認、そして何時に乗るか確認した上でご案内してまいります。今車の正面のところ
高い塔が見えてまいりますのがコロンブス記念塔。1888年このバルセロナの町での博覧会を記念し、そしてバルセロナにもちなみにコロンブスの像が左手、高さは基礎のところから59メーター、上は8メーターの高さを持つコロンブスの像が左手に、そしてその右手の方をご覧いただくと鈴懸の木、プラタナスの並木道で、まだ人が少ないですけれども、これがランブランス通り、このバルセロナの代表的な顔になりますランブランス通りは、もともと昔っての城壁の取り壊したその場所に作られた通りということで、1180メーターにわたるその通りにはいろいろなお店が出ると同時に大道芸、そしてまた花屋さん、また、この市民にも親しまれておりますプラタナス、まあ、そして今はサボテン公園などを通ってまいります中で、まあ、多少珍しいものもあるんですけれども、全体には日本から見たものも多くなりますのは、これはちょうどこちらのバルセロナの位置は日本で言えば津軽海峡、函館ぐらいのところでしょうか。もちろんこちらの方からは建築中の聖カトリック教会も、まあ、ゴエル公園を見るのもちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、同時に大聖堂、そしてさらにはあと、現代建築になるんですけれども、アグマールと呼ばれる2004年に完成してまいりますフランス人の建築家になりますけれども、フォアン・ヌーベルと呼ばれる人が作った建物は、現在の水道事務所、水道事業の事務所として使っておりますけれども、建物は非常に近代的なガラス張りの中で出てまいりますので、非常に目立ってまいります。まあ、144メートルの高さを持つこちらのところ、それでは、こちらの今車を止めたところまた移動するかもしれませんので、その点はまた改めて私の方、傘を持っております。おじさんが手を振ったらここだなと思ってください。別に今日は雨が降るわけじゃないです。一応皆さんにとっては誰がガイドか分かりにくいかと思いますので、一応こちらの傘を今持っておりますので、それではこちらの方